ハロー、アイリッシュミュージックファン、トヨタコートです。今週も頑張って曲を覚えていきましょう。スリップジグ2曲目ですね。前回フィグ4はキスをやって、今回はハーディマン・ザ・フィドラという曲を、やっていきたいと思います。前回ね、やってお分かりのように、スリップジグはね、割と尺短めでサクサク覚えていけるっていう感じですよね。で今回のハーディマン・ザ・フィドラーもそういう感じです。でこのセットはもうラスボスがもうダントツでこの次の来週のキッド・オン・ザ・マウンテン5パートなので、まあ今週まではもうちゃっちゃとサクサク覚えて、全部覚えてしっかり復習もして、定着させて3曲目に、挑みたいっていう、まあ挑みたいっていうほどね大物でもないですけれど、割とメジャーですし、みんな割と初期に覚えるようなイメージがあります。僕も割とねキッド・オン・ザ・マウンテンの話ですけどね、まあその話は来週にしておいて、今回ハーディマン・ザ・フィドラーはまあイメージ的にはゴリゴリのパイプチューンですね。まずねパイプチューン、まあパイプの人たち、前回フィグ・フォア・キスをやるときにパイプとハープの人たちがスリップジグすごく好んでやりますよっていう話をしたんですけれど、なんででしょうねって思ってたんですけどね、ハープの人たちに聞いたら、ハープって旋律だけじゃなくて旋律と一緒に右手で旋律を弾きながら左手で伴奏をつけるじゃないですか。でそれが伴奏ってやっぱ小節ごとにこうコードが変わっていくとかっていうことが多いので、8分の6拍子の普通のジグの方がどん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 変わっていって考える時間がないって、それに対して3拍置いてくれるっていう風になるとちょっとやっぱ楽な感じになる、ということで、それは確かになんか納得いく回答でした。パイプの人たちは別にね、伴奏を細かくつけるとかっていうわけではないんですけれど、まあ、このハーディマン・ザ・フィドラーに関しては、音域が狭いです。特に低い方に寄ってます。本当に地を這いつくばるような音域なので、パイプはね、ハイトーンがやっぱ苦手というか難しいのでね、やっぱこの曲は好まれるっていう気がします。で、一方でね、そのホイッスルとかフルートとかは、まあ、上の方がやっぱ、抜けるんでやってて気持ちよいっていうのはありますよね。下はすごく難しさが出るっていうか、はい、しっかり当てるのにね、なので、まあ、他の楽器がいると大体飲まれますよね、最低音なんかね。まあフルート のボトムの D だけはちょっと別ですけれど、ホイッスルなんかはまあ下なんかは、あんまり面白みはないかなって思いますけど、まあでもとりあえずやってみましょう。まあ逆にねフルートホイッスルでもハイトーンが苦手っていう人もまあいらっしゃると思うので、そういう人にとっては今回は楽な曲になるのかもしれません。ではやってみましょう。こういう曲です。ちょっとゆっくり弾きすぎましたかね。はい。まあ大丈夫だと思うんですけど、こんな曲です。短いですよね。で、これはD メジャーではなくて、まあ D モーダル。厳密には D ミクソリディアンかな。ミドフリミ。そうですね。D ミクソリディアンって呼ばれるものになるんだと思いますけれど、まあ今までやった D ミクソリディアンの曲は、バニッシュ・ミス・フォーチューンとトス・ザ・フェザーズナンバー3ですかね。この2曲だけのような気がしますが、違いますかね。多分そうだと思います。で、D メジャーとね、明らかに音の並びも違うし、コード感も違うし、まあ、いかにもアイリッシュな感じな雰囲気になると思うんですけど、まあ、その
音の並びが変わってパターンがだいぶ変わるので、まあ、あの慣れてないと苦手意識を持つ人っていうのもそこそこいらっしゃるという音階です。まあ、なのでじっくりしっかり慣れていきましょう。避けては間違いなく通れない音階ですのでね、はい、ではやっていきましょうか。まず A メロもう一回やりますね。これが A1 回分ね、大変短いですよね。4小節だけですもんね。最初の2小節、最初のフレーズが、ここまで。ラソファレミファソラララララソラドラソラです。歌でどうぞ。ラソファレミファソラララララソラドラソラに、はい、ラソファレミファソラララララソラドラソラに、うん、ラソファレミファソラララララソラドラソラに、はい、ラソファレミファソラララララソラドラソラに、はい、ラソファレミファソラララララソラドラソラに、はい、ラソファレミファソラララララソラドラソラ、ラストに、はい、ラソファレミファソラララララソラドラソラ、はい、大丈夫ですかね。指つけます。ラ、ちょっと触っちゃった、すいません。ラで最初スリップジグの頭、小節の頭は伸ばす音が多いっていう話を前回しました。で伸ばす音が多いってことは、僕は割とスメアをゆっくり使いたいっていうかね、まあ、パイパーなんかよくやりますよね。でラソファレミファ、うん、使うな、うん、上がるかと使ってますね。ラララララララのロールで、もう一回カットですね。ラララララソラ、上がるカット入れてもいいですね。でドラソ、次上がるカット入れたいんですけど、次もまた長い音になるんでスメアかなっていう感じです。歌で、歌と指でドーソラソファレミファソラララララソラドラソラに、うん、ラソファレミファソラララララソラドラソラ、両方いるかな。うん、あんま忙しかったらあんま入れないかな。あの2つ目のソの方も上がるカット入れるかなと思いましたけど、そんなに、うん、どっちでもいいです。いきましょう。ドーラソファレミファソラララララソラドラソラに、うん、ラソファレミファソラララララソラドラソラに、うん、ラソファレミファソラララララソラドラソラに、うん、ラソファレミファソラララララソラドラソラ、ラソファレミファソラララララソラドラソラ、ラストに、はい、ラソファレミファソラララララソラドラソラ、はい、では楽器に移しましょう。ドーと、にうん、はい、
次、2フレーズ目ですね。今のからつなげていくと、2フレーズ目だけを単独でいくと、これだけです。ラソファレミファソラ、ここまで全く一緒ですね。で後半がラレレミレドラソラです。ラレレミレドラソラ、これだけ歌れドオゾ。ラレレミレドラソラに、はい、ラレレミレドラソラに、うん、ラレレミレドラソラに、はい、ラレレミレドラソラに、はい、ラレレミレドラソラに、はい、ラレレミレドラソラ、ラスト、はい、ラレレミレドラソラ、指つけます。ラレレカットですね。レミレドラソラ、またスメアですよね次ね、多分ね。まあアングルカットもどっちでも構いません。指と歌どうぞ。ラレレミレドラソラに、うん、ラレレミレドラソラに、うん、ラレレミレドラソラに、はい、ラレレミレドラソラに、はい、ラレレミレドラソラ、ラスト、はい、ラレレミレドラソラ、はい、増えていきましょう。どうだ、に、はい、に、はい、に、はい、に、うん、に、うん、に、はい、ラスト、一つ前、違う、前半とつなげると、となります。一緒に笛でドーンと、に、うん、はい、じゃあ、1フレーズ目、2フレーズ目通します。こうなります。見てみましょう。ドーンと、うん、
すみません、これ繰り返しやればよかったですね。 A を2回やりますよ。ドーンと、入ってますね。はい、すいません。自由に入れてください。A メロ終了です。早いですね。B メロいっちゃいます。お気づきですね。 B は BB ではなく BB ダッシュです。後半がちょっと変わってきます。B の方からいきましょう。これが B ですね。最初のフレーズはこれだけです。ラレレミファファファラレレミレドラソラです。歌でドーソラレレミファファラレレミレドラソラニうんラレレミファ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 ファファラレレミレドラソララストニはいラレレミファファファラレレミレドラソラはい指ラスメアですね。ラレカットレミ詰め合わせながらファのロールファファファラレカットレミレドラソラ、うん、これやってて思いましたけど、やっぱ長い音が多くて詰め合わせが多いっていうのもこれパイプの人たちが好む理由かもしれないですね。うん、そんなイメージがあります。あとまあ普通のダブルジグに比べてちょっとテンポゆったりしてることが多いですけどね。はい、すいません脱線しました。では歌と指でいきましょう。ドーソラレレミファファファラレレミレドラソラそうですね。レミレドラソラこの辺まで言ってましたかね。最後上がるかとかまた進めやかですね。もう一回ドーソラレレミファファファラレレミレドラソラニうんラレレミファファファラレレミレドラソラニはいラレレミファファファラレレミレドラソラニうんラレレミファファファラレレミレドラソラニうんラレレミファファファラレレミレドラソラニうん
ラレレミファパパラレレミレドラソララストニー、はい、ラレレミファパパラレレミレドラソラン楽器でニー、うん、に、はい、に、三、に、はい、に、はい。2フレーズ目、ごめんなさい、1、2、一緒に来ました。後半だけ2フレーズ目だけいくと、ラレレミファソラソファソラソファソミレドラソラですね。歌でどうぞ。ラレレミファソラソファソミレドラソラに、うん、ラレレミファソラソファソミレドラソラに、うん、ラレレミファソラソファソミレドラソラに、うん、ラレレミファソラソファソミレドラソラに、はい、ラレレミファソラソファソミレドラソラに、うん、ラレレミファソラソファソミレドラソラ、ラレレミファソラソファソミレドラソラに、ラレレミファソラソファソミレドラソラ、ラスト、はい、ラレレミファソラソファソミレドラソラ、指もつけましょう。ラレレミファソ、まあスメアでもいいです、明るかったもどっちでもいいです。ファーソファーソで、こっから上がるかとかな。ラソファで、ソもソミレドラソラ、また最後カット、ソラ上がるカットですね。という感じ、いきましょう。ドーゾ、ラレレミファソラソファソミレドラソラに、うん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 、ラレレミファソラソファソミレドラソラ、二つ、ラ、ラレレミファソラソファソミレドラソララストに、はい、ラレレミファ
ソラドラソミレドラソラ楽器で、はい。前のフレーズをつなげます。こうなります。いってみましょう。ドーン、うん、ドーン。はい。今わざと続けていっちゃいましたけど、前半は一緒ですね。まで下がってるんですけど、その後ですね、4フレーズ目がで後半は一緒なんですよ。つまり最初だけこれだけ、レドラレミファソラこれだけです。歌でドーオーゾーレドラレミファソラニウン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 レドラレミファソララストニ、はい。レドラレミファソラ指つけます。ニ、レドこれね苦手な人いますけど、多いと思いますけど、レドラレミ上がるカット。ファーソラ上がるカット。はい、どうぞ。レドラレミファーソラニウン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 。レドラレミファソラニウンレドラレミファソラニ、はい。
レドラレミファソラ、ラスト2、3、レドラレミファソラ、アキレドーゾ、2、はい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 、ラストどうぞ。につなげてきます、最後のフレーズですね。どうぞ。に、はい。次、はい。に、はい。はい、に、はい、ラスト2、3、すいません、はい、これで揃いましたね。B メロの B ダッシュの頭からいきましょうか。というふうにつながります。やってみましょう。どうぞ。B ダッシュと続けてみましょうか。こうなります。B 頭からどうぞ。一度、はい、ラスト、はい、はい、これで完成です。頭 A から AABB ダッシュと続けてみましょうか。いきます。どーん、どうぞじゃないか、通してやってみますね。どーん
これで完成になります。ではフルートで3周やりましょう。4周かな。うん、いきます。ドンドンドン。いかがでしたかね。ハーディマン・ザ・フィドラースリップジグの2曲目でした。まあ、割とサクッと覚えられたんじゃないかと思います。今40分も経ってないぐらいですもんね。やっぱ短いですよね。早いですよね。まあこの短く終われるとよし今日はなんかサクッと撮影できたっていう気分にもなるし、皆さんもなんか短い時間で、曲を覚えられていいことずくめだなと思いたいですが、あの再生時間とは矛盾するっていうね、悩ましいのがスリップジグシリーズは続きますが、来週はご安心ください。長いやつきますんでね、5パートですので、覚悟を決めていらしてください。そんなとこですかね。あとえっ、ー、と近々のお知らせはですね、来週9月9日土曜日、夜セッションラボ、ゆずカフェ津田沼でございます。それから、12日火曜日ですね、お地蔵、ビストロバーユーラシアンお茶屋南長崎、あと5席ぐらいあります。で16、17はフィスダン長野ですね。こちら絶賛チケット販売中です。その次18日月曜日、未来古代楽団グリムノーツの曲たくさんやります。19日火曜日、市川のアルマナックハウスのセッションです。24日日曜日、クラックのセッション、赤坂ですね。その先はまあ、そうそうそう、先日8月の二十何日かにやっ
った伴奏のワークショップというのが結構反響を呼んでいて、まあその参加できなかった人も僕の書いたあの告知文を読んでね、あこれは受けてみたかったとか、あるいは個人レッスンお願いしますとか、いろいろお問い合わせをいただいている反響が大きくて、やっぱ結構必要とされてるんだなっていうふうに思っております。でその第2弾が、10月の11日水曜日に決まりました。でまああのそうですね、それに受けられる人はもちろん受けてくださって構いませんし、伴奏のワークショップ個人レッスンもあのやっております。はい、もうちょっと前からやってはいたんですけれど、あの大々的にというか、はい、やりますね。やっぱりあのまあグループレッスンはグループレッスンで面白いんですけれど、まあ、マンツーマンのレッスンっていうのは、うん、そのもうちょっと今の個々人の個人的な状況っていうのに、もうちょっと即して、やるので、同じでは絶対いなくて、やっぱマンツーマンでしか得られないものっていうのは確実にあると思います。まあその意味ではね、この動画のシリーズをあのやるとき、最初はね、なんかこういうことやったら、まあ、あのもうレッスン来なくていいんじゃねえみたいになっちゃうんじゃないかなって最初懸念はしましたけど、そんなことはないですね、やっぱりね。うん、やっぱり、まあ、この動画をご覧になってくださってる方たくさんいらっしゃって、もう全然知らないとこからあの動画見てますって、いろんなとこからあの声を聞いて嬉しい限りなんですけれど、でまあ、あんまり今までにない情報が多いということで、まあ、こうやってベラベラ無駄に喋ってる話も含めていろいろ役に立つって、言っていただいて、まあ、作ってよかったなと思ってますけれど、まあ、と同時に、それを見て個人レッスン来るようになった方もいらっしゃいますし、個人レッスン前からいらっしゃってる方がそれで、あじゃあもうこれでよくてあのやりませんっていう人はいないですよね。あんまっていうか、うん、全然いなくて、その個人レッスンは個人レッスンで全然役割が違うんだなという感じがしています。やっぱまあ生でね、実際にあのこちらの音を聞いていただくのもそうだし、あと一番でかいのはやっぱフィードバックですよね。皆さんの音を僕が聞いて、そこで何が今どういう状況なのか、まあ、何が足りないのか、どういうことをしたらもっと、よく楽に面白くあの吹けるようになるのかっていうことをあのフィードバックできると、それはねやっぱり結構増えて、あの骨伝導、要するに自分の音が骨を通ってしまうので、自分の音を正確にはあのモニタリングできてないんですよね。自分がこう吹いてるって思うことと思ってるその姿と、客観的に旗で聞いてる、聞こえっていうのは結構ずれてたりします。それはね、僕自身でもそれはあの怖いなって思う瞬間がたくさんあって、まあ、どう頑張ってもあの録音して聞き返す、でも録音ですら正確ではないわけですよね。だから人に聞いてもらってどっちがいいかとかっていう、そういうフィードバックっていうのはもう時々やっぱり聞いてもらって、家族とかに聞いてもらってこれどう聞こえるとかっていうことはやったりしますし、必要ですよね。もう僕自身がもう一人ね、パーマンじゃないですけどコピーロボット欲しくて、自分に聞いてほしいぐらいですからね。まあ、そこが一番大事なんだろうなと思います。あとまあね、最初に言ったようにその生の情報量っていうのは、いくらねこれがねいい音質で撮ったとしても、やっぱりあの情報は遮小されるので、倍音がどう響くのかとか、どういう感じの、ね、響き方、とか、実際にここに乗らない情報がたくさんあるし、それから人と合わせるっていうことになってくるとね、やっぱりセッションなので、あの人と人が旋律同士がこうやって合わせるっていう、そのタイミングとか、そのグルーブをこうやって合わせるとか、この部分っていうのは残念ながらちょっとこの、動画じゃなかなか難しいということになります。なのでそういうことが体験、そういうことを体験したいという方はですね、まあ、単発でも全然構いませんので、お気軽にうちにいらしてください。あと予定途中で止まっちゃってましたけど、何ですかね、あとはモンドパラレロの学童コラボ公演があ、
10月の29日に会ったり、関西からいらっしゃる、大阪からいらっしゃるウフルさんのライブゲスト参加が10月の28日にあったり、あとはあれですね、12月の9日に、少々お待ちください。おー、びっくりした。僕ヘイシリとか言ってないんですけどね、時々うちのシリがドキッとする反応を見せます。すいません。12月9日土曜日ですね、お地蔵15周年記念ライブ、おかげさまで先々週ぐらいにチケット発売になって、もう半分ぐらい、一気に埋まって、50人ぐらいかな、キャパが今100人になるのかなっていう、ちょっと、人数次第でどうなるのか今調整中ですが、結構ハイペース埋まってってるので、そしてその買った順に、番号、整理番号ご案内っていう感じ、会場ご案内っていう感じになります。で、多分ですけど立ちと座りと混ざるんじゃないかなっていう気がしてるので、お早めにお買い求めいただいた方が楽なんじゃないかなと思います。なとこでしょうか。はい、では、来週は5パートのスリップジグキッドオンザマウンテンですね、9月の9日にお目にかかりましょう。それでは本日も今週もありがとうございました。トヨタコードでした。バイバーイ。